じゃよろしくお願いします。データベースセンターの小野博正と言います。じゃあまず先ほどの、講習会のページですねに行っていただいて、で、一番最後のところですね、ここの、遺伝子発現データの活用実例というところをクリックすると、今回の30分間の内容が一応書いてありますので、いけてない方もしいたら手を挙げて止めていただいて大丈夫ですね。じゃあ、僕ちょっとスライドがないのでこのウィキのページでそのまま進めていきます。で、一応内容としては今までのと違って実際に明日から使えるツールだったりとかを実際に手を動かしながら使っていただいて紹介するという形になってます。で、一応自己紹介させていただくと、ですね、先ほどセンターの人間というお話をしたんですけど、実は僕アルバイトで、センターの方に行ってまして、本当は、ここに書いてある通り日大の、生物資源というところにいます。その D2 で今研究しています。で、研究テーマとしては、ここに書いてあるんですけど、体細胞の脱分化および脳性獲得機構の網羅的解析ということで、体細胞、普通の皮膚とかなんとかっていう細胞いろいろあるんですけど、僕の場合成熟脂肪細胞という脂肪の油を貯めている細胞を使って、その細胞が、脱分化して、機能を失って、多能性ですね、いろんな細胞、他の細胞になれる能力を獲得するっていうちょっと面白い現象があって、それのマイクロアレイの解析などを行っています。で、自分で実験をして自分でデータを解析するという一番ベッド&ドライな研究を、やってます。それでその過程でですね、ちょっといろいろ縁があって、いろんなマイクロアレイの解析の勉強ですとか、こういうデータベースの勉強を、いろいろさせていただいて、で、得た知識をですね、今回これから紹介する統合 TV みたいな、そういう動画でツールだったりデータベースの紹介をするっていうこういう仕事があるということなんで、センターの方にお世話になって今に至っています。でですね、再三出てきてます、統合 TV についてちょっと簡単に説明したいと思います。で、この統合 TV っていう文字のところを、ですね、右クリックして新しいウィンドウで開くとすると、統合 TV がですね出てきます。こういうものです。でですね、これは何かというと、分からない方はいないと思うんですけども、基本的にはもうここに書いてある通りで、生命科学分野の有用なデータベースであるとかウェブツールの使い方などを、動画で実際に使っている様子をこうマウスが動いている様を見せながら紹介するという、統合データベースセンターのサービスの一つです。で、一応コンテンツとしては、昨日までで一応124個、ここに登録されています。それでですね、この何でこの動画を紹介しているかというと、フラッシュですね、フラッシュであるとかクイックタイムムービーで、閲覧することができるので、ここの絵のところをクリックするとフラッシュなんで、基本的にはコンピューターにフラッシュプレイヤーが入っていれば再生できるようになってます。こういう感じでスタートします。で、内容についてはちょっとここ時間の関係があるので詳しく紹介しないんですが、あとそのビデオキャストであるとか、ビデオキャストっていうのは iTunes で見れる仕組みですね。ここからこう登録っていうところがあるんですけど、これを押してあげると iTunes にこう自動でダウンロードして見れるっていうのがあります。これ何が嬉しいかっていう、例えばコンピューターを前にしてるとなかなか、例えば実験室とかでなかなか使えないんですけども、あと1台しかパソコンがやはりない人が多いと思うんで、実際に動かしながら自分も動かしたいと思うんですが、なかなかそういうわけにもいかないんで、例えば iPod とか皆さんお持ちだと思うんですけども、 iPod にこうダウンロードして、それをこう片手に見ながら実際に自分のマシンで作業するっていう状況を一応想定してこういうものを、配信しています。
であとはですね、この統合 TV が何かの表紙にこうサーバーがダメになっちゃったとかっていう場合でも見れるようにバックアップの目的でですね、あの皆さんご存知の YouTube にもあの同じ番組を基本的には全部あのアップデートアップして、このように先ほどこのローカルブラストの使い方なんていうのがあったと思うんですけども、この辺が全部一応全部あります。で画質はちょっと落ちてしまうんですけれども、もしそのうちのセンターが何か不具合が起きた時でも動画を見れるような形になっています。であとここにまだに同じような動画サイトでニコニコ動画っていうのがあるんですけども、これはちょっとログインが必要なので今ちょっと 見せられないんですけれども、あの ID をお持ちの方はここにですね、あのログインしていただいて見ていただくと、まあ基本的には YouTube と同じようなんですけれども、まあご存知の方いると思いますが、ニコニコ動画でこうコメントを動画にこうかけるんですね。動画を再生中に、あこれ面白いとか、逆に面白くねとか分かりにくいとかっていうのがこう動画の上をこうテキストがこう走っていろいろリアルタイムに見れる面白いサービスなんですけれども、そういうところもにも動画を上げて、まあ、何が目的かっていうと基本的にはあの皆さんの生の声を聞きたいというか、実際にやっぱりこういうサービスをやってるとなかなかそのフィードバックが得られていないのが現状で、あのこういうの作ってくれとか、もっと分かりやすくとか、字を早くしろとか遅くしろとかって、まあ、そのぐらいのレベルでもいいので、そういうご意見をちょっといただくためにこういう仕組みを作っています。でですね、まあ、今も言った通りその番組についていろいろこうツッコミを入れたりですね、ご意見とかご感想を、基本的にはあのここに来てるような人であのこの統合テレビというのを作ってますので、あのぜひあの遠慮なく入れていただけるとあの困るんじゃないかなと、むしろこの大変喜ばれるので、ぜひ皆さんあのこれを機会に何かありましたらよろしくお願いします。であと今回みたいなこういう講習会の、講演の様子っていうのも先ほどちょっと休み時間にいくつか流してたんですけれども、こういう過去にいろんなあの今回東工大でやらせていただいてるんですけども、違うところでもやった時のいろんな講習会のこういう講演の様子ですねもやってますんで、ちょっともう一回見たいな、似てるようなあの例えば今日あの生命科学の横断検索の利用法なんていうのもやったんで、川本さんがやられたんですけれども、まあ、それと同じような内容があのビデオでありますので、それを見たいという場合はこれをあの見ていただくのもあの結構だと思います。でですね、先ほど述べたように番組数が結構100を超えたんで、なかなかその自分の見たい番組を見るのがなかなか難しくなってきているので、ここに一応、統合 TV の番組を検索視聴するというところでいくつか、まあ、こういう方法があるよというのを示してますんで、ちょっといくつかやっていただいて、まあ、基本的にはあの、まあ、統合 TV 内の Google 検索であるとか、まあ、番組のカテゴリーというのがあるんですけれども、基本的にはこの探すときはこの上のですね、この統合 TV の上のところに何かいろいろヒントがあって、ここに例えば Google の検索が統合 TV 内の検索があったりとか、番組のカテゴリーから探す場合はここからですね、番組カテゴリーから探すって、なんかそういうキーワードがいくつかこう書いてあると思うんですけど、ね、自分が探したいものがちょっとどの辺に入ってるかなっていうのをちょっと推測してもらって探すと、それに関連する動画がこうバーッと現れます。で例えば今日使うあの発言情報、遺伝子の発言などに関してはこの発言情報というところをクリックすると、まあ、大体遺伝子発言だとかタンパク質の発言に関係するようなものを紹介したテレビがこのように一覧で出てきますので、この辺に興味ある人は、まあ、何があって何がないのかっていうのをこれを見るだけで大体分かるようになってます。でこの使い方に関しては統合 TV 自身にその使い方のテレビがありますので、ちょっと今回僕の説明で分からなかったという方はあの今日以降これをちょっと見ていただければ、このリンク先にありますのであのゆっくり見てください。であと、まあ、これちょっと余談なんですけれども、統合 TV の番組をいろいろ使い倒す と、まあ、例えばですけどあの PCR のプライマーを作成するっていうのは、配列の取得から発注の直前のプライマー設計のところまで、全部できるように一応なってます。
でここはちょっと詳しく説明しませんが、それぞれ一個一個見ると多分あの研究室に入りたての3年生とか4年生とかでも、すぐできるようになるので、まあ、これは何かというとその先輩が後輩に教える手間が省けると、まずこれを見とけという形で、これを見てもらって分かんなかったら俺に聞けみたいな、あの先輩が実に楽にできるという仕組みになってますので、あの結構修士の学生さんとかあの博士課程の方いらっしゃるようなので、ぜひあの研究室の後輩にこれを紹介してあげてください。それでですね、一応ちょっと経っちゃったんですけども、本題の遺伝子発現に関することに関していろいろ紹介していきたいと思います。で、先ほど紹介した発現情報のタグをクリックしていただくといくつか、これですね、発現情報ってやつがいくつかバーッと出てくるんですけれども、この中から、ちょ全部紹介するのはちょっと難しいので、いくつか、僕の方で実験した時によく使うようなものをピックアップして今回3つほど紹介したいと思います。で、先ほどもちょっと出てきたんですけど、このバイオ GPS っていうものから最初に紹介したいと思います。このバイオ GPS っていうのを今日まであのご存知なかったっていう方もしいらっしゃいましたら手を挙げていただければ、ちょっとどのぐらい説明すればいいかを、あ、皆さん知らないということで、あ、じゃあちょっと詳しく説明したいと思います。これはまず何かっていうと、この緑字に示したんですけれども、人とかマウスとかラットのそのさまざまな組織とか、細胞株におけるその遺伝子発現マイクロアレンのデータのデータベースになってます。でこれ何が嬉しいかっていうと、まあ、基本的にはその、まあ、いろいろここに書いてあるんですけれども、実際に論文を読んだりとか、あとマイクロアレンのデータをちょっと見たりとかっていう時に、なんか知らない遺伝子が出てくることがやっぱりたくさんあると思うんですけども、それが多分どこで出ている発現してるかとかっていうのはやっぱり結構実験してる人としては気になるところで、とか どういう細胞株でたくさん出てるのかとかっていうのが、まあ、それが一応全部わかる。さまざまな組織って書いてあるんですけど、体の一応頭から全部脳とか、胃とか筋肉とか心臓とかっていうふうないろんな組織でマイクロアレをしたデータをまとめてくれてて、それが全部閲覧できるという結構優れもののツールになってます。なので実際にじゃあ使ってみましょうということで、この実習のところですね。でこの使い方参考動画っていうのは今回やる作業を、ほぼ同じような形で統合 TV を作ってますので、今回はまだ見ません。もし今回やって分かんなかったり復習したい場合にこの使い方参考動画を見てやってみてください。でまず1番としてこの実際の サイトに飛びます。なのでこのリンクのところで新しいウィンドウを開くをやると、おそらくこの前の画面と同じように、バイオ GPS のサイトが開くと思います。じゃあ開いた方は、もうこれの通りで、今回は一応例として、骨格筋に分化するときに必ずその最初に出るであると言われている決定遺伝子であるマイオジェニックディファレンシエーション1、マイオ D とかいう遺伝子があるんですけれども、これの発現プロファイル、どこでどういう組織で、どういう細胞で発現しているのかをまあ調べたいというまあモチベーションがあったとして、まあ、これを調べてみましょうということなんで、中央の検索窓がおそらく出てきていると思うんですが、そこに、このまま MYOD と入力して、サーチを押してみてください。そうすると、まあ、1つしかヒットしないので、これ1つこれを選んでください。でそうするとこれが一応最初に出てくる画面になってます。で、先ほど人とマウスとラットっていう話をしたんですけれども、このバイオ GPS っていうのはちょっと最近更新されて、新しくなってまして、この実は人のデータっていうのがかなり古い昔のマイクロアレイを使ったデータなので、あんまりちょっとよろしくないので、おすすめとしてはこのマウスのここをですね、マウスをクリックします。このマウスのところをクリックして、そうすると、このジーンアトラス MOE430なんたらって書いてあるんです。これが結構最近新しく追加されたデータで、割とマウスのマイクロアレイの中でも新しいやつで、かなりその遺伝子の数が多い
ものなので、これがかなり結構参考になると思うので、こっちの方を使うのをお勧めしたいと思います。でこれを見てみると、ちょっと字が小さいんですけど、ここバーがビョーンって出てるのが、まあ、遺伝子発現が高いところです。で見てみると、先ほど骨格筋分化の決定因子っていう話をしたんですけど もうスケルタルマッスル、まあ、骨格筋ですね、骨格筋でかなり高いと。でもう一つ高いのが一つあるんですけども、これは何かっていうと C2C12 って書いてあって、まあ、マウス実験されてる方は聞いたことあるかもしれないんですけども、これ筋芽細胞株で、筋肉の研究をやる際はもう必ず出てくる、筋骨格筋分化の標準細胞株みたいなものなので、それがもうすでにこの細胞はマイオディを発現していることが分かってるんですけども、これがもうかなり高いというような感じで、こういう例えばマイオディっていう遺伝子を知らない場合でも、ちょっとこれを調べてみると、どういう組織とかどういう細胞株で発現している遺伝子なのかっていうのは簡単に分かるようになってます。でこの右側にはこの遺伝子の大体のリストですね、正式名称であるとか、ジーンシンボル、またその、機能ですね。さっきあの中里さんのところでジーンオントロジーっていうのが出てきたと思うんですけど、それのどういうタームが割り当てられてるかなんていうのもここで分かります。あとこの下には、そのマイオディ、その遺伝子のウィキペディアが載ってるので、大体まあこの最初のページだけを見るだけでも、この遺伝子がどんなもんなのかっていうのは大体概要はつかめるような構造になってます。でこれをちょっと発展的に使うと、このデフォルトレイアウトっていうところがこの右上にですねあるんですけれども、ここをクリックしてやると、このデフォルトのレイアウト以外にいろいろ選べるようになってます。例えば、エキソンアレイっていうそのオルタナティブスプライシングが遺伝子にあるのは皆さんご存知だと思うんですけど、それを考慮したマイクロアレイのデータがこういうふうにあったりですとか、どういうどこのスプライスバリアントが発現しているのかなんてのもこれで分かります。あとちょっと駆け足になっちゃうんですけれども、まあ結句ですね、結句のそのパスウェイの情報へのリンクですとか、あとこれは文献情報なんですけれども、例えばパブメド、おかしいですけど、まあ、Google スカラーですとか、なんかいろいろこう複数のパブメドのフルテキストサーチですとか、いろんなこういう文献検索に特化した、窓がいろいろ出てきます。もう一つは、モデル動物の、統合データベースみたいなのがあるんですけど、これはマウスとラットですね、 MGI っていうものとこの RGD っていう、あの2つのマウスとラットの大きなデータベースのリンクがここに貼られています。あとはこのリージェントってところは、あの試薬ですね、このマイオディに関する例えば抗体ですとか SIRNA のプライマーですとか、そういうのがの発注ページというか、各試薬会社の、でマイオディっていう検索をした時の検索結果の画面が出てくるので、もうなんかこれを見れば一緒くたにいろいろできることがわかると思います。こういうなかなか便利なサイトです。ですので、ちょっと時間がないんですけど、自分のなんかマイオディ以外にその興味のある遺伝子ですとか、実験で使ってる遺伝子があったらちょっと調べてみてください。で戻るときはこのサーチ、あ、サーチを押せば、あの最初の検索画面に戻れます。ここです。で、先ほどあの中里さんがいろいろ説明してくれたように、これ今マイオディっていう遺伝子シンボルで探してるんですけれども、その自分の知ってる遺伝子名とオフィシャルに登録されたシンボルっていうのは違う場合があるっていう話を先ほどされてた通り、自分が知ってる名前をここに入れてもあの全然出てこない場合があるんですけども、そういう場合は一応その表記揺れ対策として、この下のキーワードっていうところをやると、もうちょっとその緩く、なんか例えばこういうマイオとか言ってやると、なんか筋肉系のが例えばまあこんな感じで、ちょっとまた検索結果が変わるんですけれども、なんかこれが入ってる MYO っていう単語が入ってるものに関して検索されたりとかっていう形があるので、もし出てこない場合はこういう感じでちょっと臨機応変に検索をしてみてください。
ちょっと時間もあるので次のに行きたいと思います。であとちょっと2つあるんですけども、時間の関係でちょっと難しそうなので、ですね、マイクロアレイの実験とかを実際にやられてる方っていらっしゃいますか？いらっしゃらないですね。じゃあ、3番目はちょっと割愛します。3番目は、そのマイクロアレイのデータの置き場所が NCBI にあるんですけれども、そこから実際のその生データを全部取ってこれるっていう、マイクロアレイやってる人は例えばそれを使って自分のデータとこう比較したりとかっていうのができるんですけれども、これ結構論文に出てる、マイクロアレイを やりましたなんていう論文は ほぼここに登録されてるので、実際に自分でデータを見てみたいなんていうのはここから実はダウンロードして自分で解析したりとかデータを見たりすることができるよっていう実習になってたんで、ここはもしちょっと今回割愛しますので、もし実際にそういうのをやりたいなんていう時はこの使い方参考動画を使ってまたこのウィキを見てやってみてもらえればできると思います。じゃあ最後に、ちょっとこの MGI、 先ほども出てきたんですけども、マウスに関する遺伝子とかゲノムの情報を提供する統合のデータベースについてちょっと簡単に紹介します。この MGI ってご存知じゃなかった方いらっしゃいますか？結構いらっしゃいますね。これなんですけども、マウスの実験とかされてる方は、これを非常に使うと、もう何でも基本的には揃ってると思ってもらって構わないです。で今回は一応発言情報のツールってことなんで、ちょっと使い方を絞ってるんですけれども、ここの検索窓のところに、今回はですね、脂肪の代謝遺伝子である PPAR っていうファミリーがあるんですけど、 PPAR の α っていう遺伝子について、調べてみたいという時にどうしたらいいかというのをやってみたいと思います。で PPARA ですねと打ってクイックサーチをします。でそうするとこういくつか検索結果が出てくるんですけど、多分このトップのとこですねをクリックします。でそうすると、この PPARA というこの遺伝子の大体の全ての情報がここに載ってます。で正式名称がペルオキシソームプロリファレーターアクチベーテッドレセプターアルファだよとか、あとこれがシンボルだよっていうのがあったりとか、あとその、シノニムですねがこういうふうな表現がされている遺伝子ですっていうのもあったりとか、遺伝的に遺伝子のどこにあるのかっていうのが書いてあったり、配列もここから取得できたりリンクが用意されたりしています。でいろいろあるんですけど、今回は、発言情報ということなので、この真ん中あたりにエクスプレッションっていう項目があるので、ここのデータを使う と、いろんなその実験で得られてどういう組織で出てる発言してるかとかっていう情報の、データがここにあります。でよくここを見てみると、ウエスタンブロッドであるとか RT-PCR とかインサイチハイブリダイゼーションであるとかノーザンブロッドとかのデータがここにあることが分かるので、これ一個一個見ていってもいいんですけれども、このデータサマリーっていうところですねのアッセイズとかリザルツとかティシューズとかイメージズのこの脇の数字のところをやると、一覧が出てくるので、これを見てやるとどういうデータがあるのかが分かります。でこのカメラマークがあるとその実際のバンドの写真ですとか論文のフィグが載ってたりしますので、例えばこういうのを押してみると、でこれは、アッセイごとにノーザンブロッドですとかインサイチューとか RT-PCR とかのデータがあって、例えばこれ全部発現してないっていうちょっとネガティブなデータなんですけど、ここにフィグがのイメージがあったりします。ちょっと分かりにくいんですけど、ハイブリダイゼーションの結果がここに出てたりとか、もうちょっと分かりやすいのでいくと、
こういう、論文のフィグですね、どういう組織で出てるかとかっていうマウスの PPAR-α のデータがここで見れたりします。なのでその一つ一つ論文をこう探しに行かなくても、大体どういうところに発現してるかっていうのはマウスの場合ですけど、ここを見に行けば大体揃ってるっていうデータベースなので、これをぜひ使っていただくといろんな時間の短縮になったりすると思います。で、またあと別に、この MGI なんですけども、そのノックアウト、その遺伝子をノックアウトした時にどういうそのフェノタイプが得られるかなっていうのも結構探すの苦労すると思うんですけれども、いちいち論文を読んでると結構大変なんで、これのノックアウトの情報も実はこの MGI で調べることができて、それは統合 TV でこの内容を紹介してますので、もしそのノックアウトマウスを使ってるなんていう方がいれば、これを見ていただくと、自分の興味のある遺伝子に関しても同様に調べられると思います。で、ちょっと時間が来てしまったので、これでおしまいにしたいと思いますが、何かご質問とかありましたらぜひよろしくお願いします。